話ってどこにでもあるのよね。無人の音楽室からピアノがとか、夜中に寝てると金縛りにとか。秋音さんもあります？怖い話。そうね、いっぱいだったおひつのご飯がいつの間にか空っぽに。うわー、それいつものことっす。妖怪アパートの優雅な日常、次回学校の階段、それと体重計に乗ると見たことない数字が。はいはい。